高木拓也のイメチェンしよっか。こんにちは、オーシャン東京の高木です。今日はこの子を変えちゃいます。こんにちは、アシスタントの岡田雄一郎です。よろしくお願いします。真面目、声小さめ、顔良さめ、ギリ褒めてます。大学生が切ってるんですよ。大学生から就職してサラリーマンやって、相談来て美容学校行ってオーシャン入ったんで、うちのチームは結構なかなかいないタイプ。毛量多いのと結構毛が硬いので、伸びてくるとすごい膨らんでしまうので、刈るっていうこともこれからあるので、バッサリ切って爽やかめにしてもらいたいです。いやー、どっち行こうかな。ボードで行こうか。お願いします。2ウェイですね。おろし番組もできるし、アップ番組もできるっていう。1個のカットでこのスタイルしかできませんよっていうの、僕あんま好きじゃないんで。この色は何色なんですか？これは今オーシャンで一押しのカスタマイズカラーって、ヘイズアッシュっていう新しいカラー、今これは一番人気。顔色も綺麗に見えるし、肌色も綺麗に見えるし、あと何より服がね、何色着ても合うっていうところが人気の秘訣ですね、多分。ちょっと垢抜けるし。たまにいるけど、大学出て就職してはあんまりいないかも。特殊です。でも結構こうインスタでも、今から美容師になるのって遅いですかみたいな、結構いるんですけど、そういう人たちに光を与える男なんで。で、お客さんの僕は見本になってほしいなと思ってるんで、あ、お母さんのその髪型やりたいみたいな。もともとそんなに喋れる子じゃないから、その髪型いいですねって言って名前を覚えてもらいたいんですよね、お客さんに。王道ツーウェイマッシュです。できるだけ目にギリギリかかるぐらいのが今の世の中のブーム。目のチラリズム的な、耳はちょっと出るぐらい。そうすると横から見ても爽やか。トップが立ってる、外羽がちょっと耳より上に来るようにしてるんで、ひし形になるように切ってるんですね。顔もちっちゃくて首も細く見える、女子受け抜群な一番人気な感じです。この髪の毛はもう針金みたいな髪なんで、アイロンで曲げます。普通にストレートアイロンの方が楽です。こう前に真ん中に寄るように曲げてほしい。こう丸を描くような、ここを潰しながらこう跳ねさせてね、潰して跳ねさせてね。アイロンするとやっぱ髪の毛ってツヤ出るから、アイロンするだけで。したことない人は結構アイロンだけでもダントツに変わる。髪の毛はブリーチも多毛、極太も、まあラーメンで言ったらつけ麺みたいな感じなんで。いります？お願いします。だから麺 400g ぐらいな感じで、とにかく多いんですよ。でブリーチしてると水分がなくて、ワックスの水分の部分をほぼほぼ吸っちゃうんですね。だから結構ワックスの量が多くないといけないので、エアーとナチュラル、このエアーで水分と束感を、こっちでしっとり感と操作性をミックスさせたいので、枝豆で言ったら3個分ぐらいかな。しっかり指の間になじませる。毛量とワックス多め。ちなみに切った時より1ヶ月はワックス、枝豆約 0.5 個分ぐらい多くしないとならない。綺麗に毛量も増えてるから、髪の毛の長さも増えてるし量も増えてるんで、切りたてのマックスの量と同じ感じにしちゃうとそりゃうまくいかないよっていう。3分間ですね。このなじませるなじませないで束感が出るか出ないか、しっかりなじませて。結構ね、もみあげをみんなつけ忘れるんで、もみあげと襟足ちゃんとつけて。
次は一瞬で前髪を上げます。これだと今マスクあるんで顔が隠れすぎちゃうんですよ。マスクに合わせた髪型ですると爽やかはここです。前髪を特にここの目と目の間、目頭と目頭の間をこうぶち上げてください。普通に上げるんじゃなくてぶち上げてください。もうここの一点張り、上げすぎちゃったなぐらいでいいです。立ちすぎちゃったよぐらいで前髪を立ったものを下ろすと。普通に前髪を固定したいので根元にもワックス、今硬いワックスがいいですね、アップバングの時は。でさっきよりも爽やかな岡田の誕生です。初めての前髪上げるのってみんな結構チャレンジしにくいんで、じゃあ下ろしもできるし上げもできるやつやるみたいな、まあそういった意味でも初心者の人にはこういう方がいいかなっていう。やっぱ営業こう初対面の方とも会うこと多いんで、仕事中はこっちで行きたいです。顔目しか見えないんで、この人どんな人だろうみたいな、こう笑っててもこっちが隠れてるっていうのがあるんです。ここは空いてるんで見える範囲が広いから、なんか安心してもらえるかなとか、そういうのもあって上げの方が初対面の方にはいいかなと思います。いいと思います。超いいじゃん。めちゃくちゃいいです。チャンネル登録よろしく。